カメラの前を堂々と歩くのはツキノワグマです。安佐動物公園によりますと、敷地内の無人カメラに12日の午前6時20分ごろ、野生のツキノワグマが映っているのが確認されました。園内を点検したものの、クマの姿はなく、今のところ人や動物への被害は確認されていません。クマが出たということで、西園のゲートは閉まっており、閑散としています。園では去年11月にも敷地内でツキノワグマの親子が無人カメラで確認されました。クマの行動が活発なのは主に春や秋の時期ですが、繁殖期である夏にも山を降りてくることがあるそうです。餌を求めてこの辺にいるとかというよりは、もしかするとオスが、メスを求めてよく動く時期なんですね。出会った時にはとにかく距離を取る、そっと離れるのが一番だと思います。園は一部のエリアを当面閉鎖し、警戒を高めることとしています。心配なニュースですね。安佐動物公園では9月1日までナイトサファリが開かれていますが、このナイトサファリでもレッサーパンダなどがいる西園は当面の間閉鎖されるということです。ナイトサファリちょっと楽しみにしていたのでね、このニュース心配ですが、本来人がいるところにはクマは近づかないはずということなんですが、もし出会ってしまった場合は、落ち着いてそーっと離れるなど注意して行動するようにしましょう。